あわや大惨事です。視聴者から届いたドライブレコーダーの映像、昨日米子市の国道431号で進行方向左側の店から出てきた1台の車が右折し、走行レーンを逆走し始めてしまいました。車は次々と停車、幸い大事には至らず、逆走車は何度か車を切り返し U ターンして進んでいきました。現場は中央分離帯のある片側2車線の道路で、店からは左折しかできない構造になっています。気の緩みがちな春先、車の運転には十分な注意が必要です。